今、ですね、ここを出る前に、なんか幸子がまた通り過ぎていきました。横切ってったんだけど、2人おる感じ。いやー、なるほど。あれ、ラクダ？ラクダそういえばやってないのか。幸子、ちょっと謎が多い。あ、そうそうそう、ここ溶接されてんすよ。ラクダ取ってなかったっけ？ちょっと待って、ラクダいないかな。犬、多分いけると思うけどな。ツバメ買ったもんとさ、持ってた。リンダ5なのに。冬はあれなのかな。まあいいや、一応見に行くか。最速でコールがかかってきた。エモとか。あ、エモリだっエモけ。リです。術後の経過はどうかな。久しぶりに休暇をもらって自宅の方に今いるんだがね、リンダさんの回復も気になるし、検診方々遊びに来ないか。君たちなら大歓迎だ。ドギファの東 J17 のトンネルを抜けた先だ。今日に気をつけてくるんだよ。ドギファの東 J17。 あ、そこで行けるんだ。今回はエターナとかの方行けないんだな。J17。J の17。これそういえばなんか落とせるような、確か。いや、ドギファに行こう。高えんだよな、これな、指定すって。どうやったらこっちに来れるんだろうな。どっかから行けるはずなんだよな。17の J だから、ああ、こっちか。ここ？あれか。ラグナロッチ。ああ、ここか。いた。うい。やあ、いらっしゃい。心配していたんだよ。顔色も良さそうで一安心だ。手術の後、特に体調に変化はないかね。ええ、先生、至って調子いいわよ。むしろ前より食欲もあるわ。パパの分まで食べてる感じ。食欲がね、増してきた。それはいい、それはいいね。若い人はたくさん食べなきゃ。あ、サッチン。ちょっと小耳に挟んだんだけど、人形使いというやつが犯人だそうじゃないか。一体どんなやつなんだろう。きっと凶悪犯にふさわしい残忍そうな顔に違いないね。いずれにせよ、君たちはそいつと近いうち戦うつもりだろう。
今のうちに力をつけなきゃね。レベル上げとかないと。ここの南のダークリバーならレベル上げにはもってこいだ。南のダークリバー。珍しい動物もいるそうだしね。ありがとうございます。そっちに挨拶すっか。えい。近いうちにミナゴであの事件で亡くなった方の合同慰霊祭があるそうですよ。私もお父様と出席させていただくつもりです。もちろんお二人も出席なさるんでしょ。次は会場でお会いできますね、うん、ちょっとあれ気になる。研究施設、うん、ちょっとなんか電話貸してもらえないですか。ラグナロッチ、これあんたんとこの敷地だったん。でっか。違う。よもや多いってん。ミナゴってどこ行ってみっか。あ、ここあれしかねえっぽい。ローズガーデン。ああ、これがそうなんだ。評価。うわー、イノシシ。あ、これイノシシ、これがイノシシか。ギリ目からステロイド。オッケー、とりあえず倒そう。倒すの大事。分かった。やったぜ。応急手当。イノシシ。はい、パラサイド。パラサイドのジジイじゃよ。その後仲良うやっとるようじゃの。夫婦円満何よりじゃ。一応耳に入れとこうと思ってな。お前さんたちがホテルで会った例の賞金稼ぎじゃかな。お、やられたぞ。え、人形使いっちゅんはわしよりえげつないようじゃ。油断すると死ぬるよ。殺されたんけ。うっそー。南って言ってたよな。ガレックス。ひー、やられたんだ。DGF。回復できっとこう。なんかいるかな、動物。解毒中和迷彩スプレーってなんだ。
ああ、そういうのあんだ。ベストマじゃん。1個しか持ってねえ。いいやつ。犬。反対側、あれどうやって行くんだ。あ、どうやって行くんだじゃねえな。さっきあったよな、トンネル。砂漠。下、そうか、下行け。こっちからか。何これ、カメ、アルマジロか。150。うわ、強えかも。何がいいんだ。カニ少女。コブラツイスト。そっか。で、俺は。イカ少年。ああ、ドゥ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 。よし、セミタックル。当たんね。うわ、アルマジロ強えぞ。コブラツイスト。うわうわ、強えんだけど。アルマジロ無理か。はーい、犬が死んでしまった。あ、ここ留置所あったんだ。なんか行ってたよな。結局前回留置所見っかんなくて行かなかったんだよ。あれ、後でセーブデータあるからちょっと行ってみるか。気になるんだよな、あのパラサイドがどうなったんかなと。アルマジロまだ無理。弱点とかあんのかな。レベル上げねえとな、マジで。クソ、アルマジロ。よっしゃ。どこ行くんだっけ。なんかねえのかな、これな。どうやって行くの。南の方。ん、わし、わしまだやってなかったよな。
全体なんだ。ふむ、なんだよ。イカ人間になるぞ。あ、イカ少年。わし。砂地、あ、カニになるといいのか。砂地だと。ゴー。わかった。やたら来る。水中だと強いのかな。っていうかあれか、防具カニ作ってなかったな。それカニ装備を前回揃えたんだけど、ちょっとカニを。こいつらやっぱあれだ、水中だと強気だ。ラグナロッチ下からこっちに来れんな。何これ、ワニか。死んだ。死にまくりなんだけど最近。水辺でワニはちょっと。カニ装備をちょっと整えましょう。最初初期だったらそれツバメカッターしかやってなかった。カニいるんかな。あ、そういえばなんかやるっつってたっけ。いるのかな人。いないのか。なんかまた連絡入んのかな。上にいる。ワニ強えな。なすすべもなく死んでしまった。ダリなんでメス犬が出てこない。犬ばっかりなんだ冬。何？減らない。うぜえマジで。なんかいるかな洞窟。カラゴラム。これあの洞窟か。俺が最初犬に囲まれて死んだ。
コゼ。オコゼならいけるよ。トカゲ？トカゲらしい。安いな。なんでこんな、くつえ。しないと無理だろ、これ回復。多分食べるって言ってくる。どっかあれなんだ。そっちなんだ。あ、こいつ逃げまくりだな、めんどくせえ。うっ、あれか、変身しとけばよかったのか。綺麗なうんちってなん？なんで？突撃チャージ。力を貯める。やばいな。今回ちょっときついぞ。なんか犬逃げまくりして。岩が逃げまくる。なんかあるんだっけ、性格とか。前回良かったんだけどな。見れないのか、どういうあれか。あるでしょ、なんか。あ、綺麗なうんち、またあった。綺麗らしいが、クソはクソ。38種類か。カニをさ、ちょっと取り行きたいんだけど。おお、防具がちょっとさすがになんだよな。レベルやっぱ上げた方がいいのかな。すんげえ死にまくる。カニはそんな上にいないよな。モグラ、目が、まあモグラって目ねえか。それメスガニが欲しいんだけど、ね、あ、洞窟。マーブル、俺これ知らねえ。ここ遺跡の奥に行くと、うん、石の下にニョロニョロしたやつ。ミミズ？ワームですか。いるらしい。
あれ回ってる？こんにちは。置き場所が決まってる。うん。シャカシャカ。あ、これか。この下に。うわ。でもまああれだな、思ってた通りじゃ思ってた通りだ。やっとこう。おいしい。何？うっつえ。こっちの攻撃通るけど、あっちの攻撃も強いの。ふざけんなよお前。分かった。突撃チャージ。あの犬ころよマジで本当に逃げんな。このゲームあと復活ねえのつらいな。こういう時に予備の犬がいるといいんだな。ミズ死ぬ前にちょっと収めに行くか。カニが全然いないんだけど、カニっつうかメスガニがちょっと欲しいんだが、ここで来たな。あれまた上がった。え、なんかすぐ上がったんだけど。追い置きアタック来た。収めに行くか。ここぜ。あ、いやそうだよね。ちょっとでもステチを上げたからね。あれどこだっけ。あ、モグラに当たっちゃった。カニっていうかあれかな、店で売ってねえかな。ちょっとミミズあれ経験値良かったのかな。なんかすぐレベル上がったけど、ミミズでちょっとレベルを上げようかなと。あと回復しようか。金入ってねえかなと。金なるほどな。とりあえず、シナリオ A のデータであと1回ってみる。これ全然気づかなかった。これ階段なんだ。700円。犬復活させて、いいわ。クソ逃げるなマジで。そういえばなんかあれだったな、逃げるなっていう命令できたの。あれやっといた方がいいよな、できるようになったら。いくらです？安い、素晴らしい。
っかいある洞窟行ってみようかな。あ、違う違う、箱舟な、とりあえず。引退だからあと36か。4分の1ぐらい。に、4分の1よりは行ってんのか。あ、トカゲもか。わし。ああ、動物売るか、金。ちょっと金作んないと。はい。大丈夫っす。ミミズ初めて見たな。ワーム。動物を売ろう。こうか。ジャイアンおっさんに。高っ。ミミズ高え。ミミズ売ってけ。ちょ、ミミズ、ワシ、リス、トカゲは？トカゲ91円。犬、カニ、イノシシ。え、なんかミミズだけ。ちょ、ミミズ狩り行くぞ。ミミズ、あとあれ、ちょっとカニ、カニとか持ってないですか？メスガニちょっと欲しいですけど。ミミズなんでそんな高いんだ。金増えたな。500円とかなんだ。あ、違う、そっちじゃない。ん、ああ、リスか。でも不便なとこ、犬に、犬操れねえとこだよな。犬操れるはもっとな、効率いいんだよな。ペルソナ3と一緒だな。もどかしいんだよな。メスガニが欲しい。売ってないかな。とりあえず一旦切りますか。話進むまでちょっとなんか集めてます、ミミズとか。